日本人100人が韓国企業を告訴したようです。記事と韓国の反応を見てみましょう。韓国企業が扱う仮想通貨に投資したが投資資金を返してもらえない日本人が集団で業者側を告訴したことが明らかになった。読売新聞は7日、消費者紛争を扱う日本の国民生活センターに4月から今月6日まで届いた仮想通貨の投資関連の相談件数が856件に達したとし、韓国の仮想通貨にお金を入れたが投資資金を返してもらうことができず法的紛争に発展した事例を紹介した。報道によると東京都日野市在住の47歳の女性は2019年8月元金は保証され、投資家を紹介すれば紹介料も支払われるという有名投資家のブログ記事を読んだことがきっかけで、所有していた別の仮想通貨で韓国企業が扱う仮想通貨投資を始めた。この女性は紹介料を得るために会社員の夫52と父親73の名義まで動員して300万円分をつぎ込んだ。スマートフォン専用アプリでゲームをするかのように取引をしてみると、わずか1ヶ月で約30万円の利益を得たことが分かった。それから約4ヶ月が過ぎ、収益を含めて760万円分を引き出そうとするとスマートフォン画面に送金手続き完了と表示されていたが、実際には自分の通帳に一銭も入らなかった。この女性は韓国業者に敬意を問うメールを送ると措置を取ると返答をもらったが、間もなくして企業側との連絡は途絶えた。読売新聞は韓国業者の仮想通貨に投資したお金を返してもらえなかった日本人が多いことが確認されたとし、女性を含む約100人の被害者が今年3から4月に韓国の弁護士を通じて約4億円相当の仮想通貨投資を返さない詐欺の疑いで韓国業者の幹部を告訴したと伝えた。それでは韓国さんの反応です。返すべきものは返さなければならない。恥ずかしくも何をしているのか？悪人どもよ。私が思うに、チャンキが韓国人のふりをして詐欺を働いたのだと思う。国籍を離れてあのような行為をする奴らは日本で裁判を受けるようにしろ。どんな国家の恥さらしなのかと。宗教じゃあるまいし、詐欺は韓国人がナンバーワンである。中国に行けば韓国人のイメージは悪い。詐欺を働いて逃げたケースが多いから、詐欺師は地球上から根絶やしにしなければならない。西側の国自体が詐欺師集団である奴らも根絶やしにしなければならない。ヘル朝鮮は詐欺天国だ。毎日金貸しや株式のショートメールがスパムのように殺到する。純粋な日本人もやられたね。国際的なイメージの墜落だ。恥さらしだ。犬を信じても南朝鮮人は信じてはならない。軽詐欺師にあったのか。詐欺は韓国が世界一位だ。移民に行っても同胞に詐欺を働く民族は大韓民国だけだ。しまいには大統領も捜査扇動詐欺をする国なのに。偽物ナンバーワンが中国であるとすれば、詐欺ナンバーワンは韓国です。韓国の仮想通貨企業の人間は 90% が詐欺師であり人間のクズだが、日本人たちは愚かにも騙されたのね。これは愛国者と見るべきなのか、詐欺師と見るべきなのか。ということで、韓国債相手にお金を預けるとどうなるかっていう分かりやすい記事でしたね。そもそも元金が保証されるっていう時点で怪しすぎるんですが、この被害者たちは韓国さんが世界を代表する詐欺師の国だということを知らなかったのかもしれませんね。韓国さんの本性を知らずに韓国好きな日本人も多くいるので、そういった人たちがカモになっているんじゃないかと思います。まあいずれにしても韓国さんと関わるとこうなるっていう分かりやすい出来事だったんじゃないでしょうか。それにしても韓国さんのコメントで、詐欺師は地球上から根絶やしにしなければならないと言っている人がいますが、韓国さん、それが何を意味するのか分かって言っているんですか？ということで、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画で
お会いしましょう。